はい、中年オタッキーです、今日はね、東京のカメラの山屋さんにお邪魔しております、こちらが、店長さんです、浅野と申します。よろしくお願いします。はい、今日はね、東京のね、小平市になるかな、小平です。はい、はい、で、中古カメラ専門店というか、フィルムカメラをね、はい、専門で売っておる、はい、ショップになりますんでね、はい、それの紹介の動画になってまいります。はい、はい、それでは動画スタート。はい、はい、それではね、カメラの山屋さんのね、紹介になってまいるんですけどねでも僕のサインもえっちゅうねなんかね、サインをね、生まれて初めて今日ね、サインしたんですけどね、うまいですね、いや、いい、これでいいっすか、カメラの山屋さんにね、来たんで僕のサインをね、見ることができますので、ぜひ来店していただければと思う。どっかにね、この辺にね、貼っとくみたいな感じなんでね、で、今日はね、カメラの山屋さん、だいたい始めたのってどういういきさつで。前に中古カメラの売ってる店で働いてて、はい、で、まあ、5年以上前だったんで、ここ初めて5年目なんで、はい、前だったんで、はい、まあ、フィルムのカメラは大体底根の時代ですね、はい、でもうデジカメに大体移行してたんですけど、まあ、ちょっとあのマニアックの方だけ来てる感じで、あと若い人がたまに来て、フィルムのカメラってちょっとあの古い写りするか使ってみたいんだけど相談を受けることが多かったんですけど、はいはいはい、ただその時にあまり値段がフィルムのカメラの相場が安すぎちゃって、はいはいはい、あのジャンクカメラしかあのないんですよ。あのこの人たちが求めるカメラが、はいはい、大体予算が2万ぐらいと言われるんですけど、いわゆるちゃんとしたカメラがない、はい、ないんで、うん、はい、そんならなんかあのそういう若い人が、まあ別に若い人が使わないと繋がらないとどんどん壊れちゃって、はい、そうですね、はい、繋げるためになんか直しカメラ直して売れないかなと思ったのが最初のきっかけですね。なるほど。それからなんかあのそういうのをネットで売ろうかとか思ったんですけど、ネットが怪しいんで、はいはい、なんか店みたいなとりあえず店みたいなの欲しい、実際にリアルに見えるのが欲しい、はい、でいろいろ相談してて、あのしばらくしたらこの店が辞めるって話が、なるほど。でと店先貸してくんないって前も聞き継いだ感じ前やって、まあ、そう言われそうなんですけど、はい、店先貸してくんないって言ったら、ええ、まあいいわよって話で、はい、店先ちょっと借りに積もれたのが全部になって、はい、まあ、大変なことになって、いや、あの先ほどねちょっとねちらっと見せていただいたんですけどね、普通ねもうフィルムカメラっていうのはねもう投げ売りされてることが最近は結構多いんですけど、このお店はねちゃんと使えることをね確認して、売ってるカメラがほとんどなんですね。今日はちょっとねジャンク品も並んでおりますけどね、ジャンク品の頻度っていうのは結構出てる。いや、ジャンク品はうちは基本的に出さない。基本的には出さない。今日は、ね、イベントなので、ちょっとあの出してもらったら、僕も後でたくさん買っていこうと思ってます。減っちゃいましたよねなんかもうなんかないですね、はい、で、あのカフェスペースもあるという、はいはいはい、あのドリンクバーでね300円ですか。300円です、はい、300円で、まあ、ドリンクバーでね、写真の話とかカメラの話をしながら、で、あの見ていただければ分かると思うんですけど、結構ね、写真展とかもやってることが多くて、ね、はい、楽しめるスペースになっておりますね、はい、で場所的にはどんな感じで来たらいい感じですか。一番分かりやすいのがJR の中央線の国分寺駅から西武多摩湖線っていうのに乗って一駅目なんですね。だいたい乗ると3分ぐらいで着くんですけれども、はい、一橋学園駅に降りて、はい、南口の改札を出て線路を渡ってまっすぐ歩いていただくと、はい、うちの店の角に差し掛かるのが一番分かります。なるほど、はいはい、で、結構ね、カメラを今からフィルムカメラをね始める方にはねもうあのベストなカメラがね結構並んでる。さっきね僕はメンテナンス済みのねペンタックス SP とかねもうなかなかない存在のやつがねあったりしてね感銘を受けておったんですけどもね、フィルムカメラをね今から始める人に何かコメントありますかね。あの何を撮りたいのかっていうのがまずあよくうちに来る人が若い人来るんですけど、まあ、何撮ってますかって話で、はい、どういうもの撮りたいですかっていうところが始まって、はい、それで、まあ、機種をあのどんなものが欲しいのかなっていう話をするんですけど、まあ、予算とかですね、はい、だからまあ
撮りたいものがあったらとりあえずこんなのこんな風に撮りたいんだけどって中古カメラ屋さんに相談すれば、ええ、まあそんなこんなのがいいよって勧めてくれると思うんで、とりあえずあの専門店に相談するのが一番だから、こちらに相談しに来ても全然 OK、 全然 OK、 結局あのフィルムカメラ今まで持ってないやと、で今から始めたいんだけどどうしたらいいかっていう相談も全然乗ってくれる、でこういう写真撮りたいんだったらじゃあこれがいいんじゃないっていうね、相談もできるショップになっておりますので、ね、今からフィルムカメラをね始める人にはねぜひぜひね、あの一押しのショップになっていくと思います。ありがとうございます。値段もね、あのオーバーホールってすごくね結構するんですよね。うん、しますね、ショップに出すと。だからあの中古カメラの結局あの専門の修理技術を持った修理屋さんが1日とか2日とか、まあ、時間かけて修理するわけだから、はい、まあ、普通に自分で働いてるのを考えれば、それがいくらぐらいの賃金になるか、そうですね、それによって結果的にどういう修理代がなるか大体想像がつくと思うんですけど、例えばそれが2日かかるの1万円だったらその人の日当は5000円なんで、そうです、こんなの食っていただければ無理だって話なんで、まあ、考えれば大体修理代今そんなに高くなくても1万円とか2万円とか、あのレンズのクリーニングで1万円とか、あのボギーの修理で2万円ぐらいとかは最低限かかりますので、まあ、それを考えればあのうちで売ってるものはそうなんですよ、あのね、削って売ってるんで、僕は普段から動画でね、あの今日たくさんの人集まっていただいてるんで、みんな言ってるの分かってると思うんですけど、ジャンクで買ってメンテナンスして使ったらどうっていうの僕結構言ってるじゃないですか。で安く買ってメンテナンスで、ここはねあのそのメンテナンスしてあるのがねメンテナンス代ぐらいで売ってるんですよ。もうで6ヶ月保証とかのカメラもあるんでね、本当にねおすすめできる。さあの後でちょっと、今この辺にねちょっと写真を出していきますけど、本当にねおすすめできるねカメラがずらずら並んでるんでね、僕がねあの言いたいことがねもうそのまま形になってるっていう、形で本当にいいショップなんだと思います。はい、で何か、なんか他にないですかね、アピールポイントというのは。アピールポイント、まあ、あのカフェスペースやってるんで、あのうち来てあの漫画とかも自分の趣味の漫画とかもたくさん置いてあるので、あ、本当だね、あの一日もぼんやり暇つぶしてもらっても結構です。あのごめん、漫画本とか全然視野に入ってなかったです。あ、漫画本あるんだ。写真集もお客さんが持ってきてくれる写真集がたくさんここに溜まってるんですね。あ、本当ね、写真集の好きな方もあのいろいろ見れると思うんで、あの自分の撮影の参考にも結構ね、写真の技術の本とかも並んでますね。はい、結構暗室関係の本とかもありますし、はい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 、コージングの本とかもありますし、これね、カップルで来てもいいですね。あ、結構そういう方もいらっしゃいますね。うん、はい、あの彼女を連れてきて、で彼女には漫画読まして一緒に写真集見てる方とかもたまにいらっしゃる、うん、全然カップルで来ても OK、 カフェもでありますし、そんなわけでね、いろんな意味でねフィルムもたくさん並んでますしね、で、うん、結構リーズナブルな価格に設定して、結構あの、うん、売れないと困るんで、ぶちゃけな話、結構安いぞっていうね価格で並んでる。1000円以下で売りたいフィルムを、あのカラーフィルムを置いてる感じですね。なるほど。モノクロのバリエーションが多いのは、やっぱりモノクロはまだ価格帯がそんなに高くないんで買いやすいんです。あとあの自家現像とかできるようになれば、うちちょっとワークショップで教えたりもしてるんですけど、自家現像できるようになるとまたいろんな表現が加わるし楽しいんで、あの現像してみたい方はぜひ、私も自家現像の情報結構流してますけど、はるかにスキル上の方ですので。いや僕はもう本当にね初心者に毛が生えたっていうレベルなんでね、最初はそんな感じですよ、みんな。そうですよね。あの自家現像とかのね、あの今現像代がねすごく高いですし、現像に時間がかかるっていうのもね、うちの場合はそんなにかかんないですね、現像。はい、あのあ現像も承っておられるっていうことですね、やってます。カラーだと650円で、大体今その今現像所に行くタイミングによるんですけど、最短中は2日か3日ぐらいでできるんで、はいはいはい、1週間あれば全然OK できますね。なるほど。あと LINE に送ったりとか、データにして LINE に送ったりとかできます、ね。はい、モノクロとかリバーサルっていうのは、リバーサルは今みんな藤出しに、その現像所経由で藤出しになっちゃってるんで、値段が高いんで、まあ、相談していただきたいんですけど、モノクロは、はい、通常のトライ X とか特殊なフィルム以外は650円。安い。だいたい1週間ぐらい見といてもらえるもんで、はい、いや羨ましいですね、こういうショップがあったらね、僕多分自家現像始めてないですよ。自家現像でいいんで、まあ、そうですね、自家現像は自家現像なりの楽しみがあるんでね、自動現像機とは違いますから、はい、はい、
まあそんなわけでね、今日はね、いろんな情報もね、得られる、カメラもね購入できるし、まあカメラ購入しなくても、いろんな話もね、できるということでね、非常におすすめな小平市のねカメラの、ね、山屋さんの、紹介になってまいりました。カフェもあるんでね、もうぜひね、もう気軽に入っていいと、もうあの敷居が全然高くないんでね、コーヒー飲みに来てくださいということですね。はい、はい、お越しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日の動画はねこんな感じになっていきます。どんな感じっていうかね、もうたくさんちょっと今日人がね集まってるんでね、ちょっとテンパってるんですけど、まあそんなわけで、今日の動画はここまで、高評価コメント、チャンネル登録ねぜひお願い、チャンネル登録ね最近ちょっとあまり増えてないんで、ぜひチャンネル登録してください。で高評価はねいつも言ってますけど、ポチッと押すだけなんで、ぜひよろしくお願いします。コメントはねちょっとね全部返信する予定なんですが、全然追いついてないんですけどね、頑張って、返信してまいりますので、何か感じたこととかありましたらぜひコメントお願いします。で、カメラの山屋さんのね、ツイッターアカウントとかね、リンクを貼っておきますので、説明書の方にねリンク貼っておきますので、そちらからねカメラの山屋さんの、情報をね、得ていただければと思います。特にね東京、近郊の方とかね近くの方とか、ぜひねお邪魔していただければと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。